おう、いらっしゃい。サイスに向かう遊撃士さんご一行だな。あ、うん、そうだけど。ジャンから連絡がもらった。運賃はギルド持ちだそうだ。早速乗船手続きをするかよ。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいわね。もうルーアン地方でやり残したことはないわね。よし来た。それじゃあ全員用紙にサインをしてくんな。うん、分かったわ。おお、全員問題ねえな。そんじゃあ定期船が着くまで発着場で適当に待っててくれよ。はーい。さてと、私たちも乗りますか。はい、そうですね。あ、いたいた。みんな、どうして見送りに来たの。まったく二人とも、ちょっと白状すぎるぜ。オイラたちに黙って出発しようとしてさ。ほんと、プンプンですよ。クローゼお姉ちゃん、本当に行っちゃうの？ごめんね。挨拶しようと思ったんだけど、留守にしてるって聞いて。ルーアンの方に来てたわけね。あ、それじゃあひょっとしてテレサ先生も。間に合ったみたいですね。院長先生、それにジルたちも。ギリギリセーフって感じね。はあ、いきなり見送りして驚かせようなんて言い出すからこんなことになるんだよ。まあ結果オーライってことで。実はジルさんたちからあなたたちが出発することを教えてもらったんです。それでどうせならみんなでお見送りしようということになって。ついでだから私も付き合わせてもらったよ。そうだったんですか。なあエステル姉ちゃん、ヨシュア兄ちゃん家出しちゃったんだってな。あ、私たち先生からそのことを教えてもらって。そっか、ごめんね、みんなに黙ってて。ううん、いいんです。あの、私たち女神様に毎日お祈りします。ヨシュアさんが早く帰ってきますようにって。僕もお祈りする。きっと叶えてくれるの。みんなありがとう。ついでに私たちも女神様に祈らせてもらうわ。エステル、クローゼ、くれぐれも気をつけてね。頑張るのはいいが、無理して危険な目には遭うなよ。そんなことになったらあいつ自分が許せなくなるだろうからな。ジル、ハンス君。うん、肝に銘じておくわね。エステルさん、クローゼのことどうかよろしくお願いします。しっかりしているように見えて脆いところがある子ですから。先生。任せてください。と言っても私の方がいろいろ助けられちゃいそうだけど。クローゼはこれを機会に自分を見つめ直せるといいわね。
自分のすべきことが何なのか焦らず答えを出すといいでしょう。はい、わかりました。遊撃士と学生、どちらも目指すべき道がある。二人ともこれまでの日々で十分力を養ってきたはずだ。己の力を過信せずに使いこなせるようになるといい。そうすれば必ずや困難な道も乗り越えられるだろう。はい。ファイス方面行き定期飛行船セシリア号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。いけない。それじゃまたね。みんなお元気で。姉ちゃんたちも元気でな。土産話とヨシオくん、期待して待ってるからね。やあエステル君、空の旅を満喫しているかい？見たまえこの雄大なる空の色。まさに最高の酒の魚と言えるだろう。まあいい天気だし景色が綺麗なのも認めるけど、サイスまですぐに着くのにお酒を飲むってどうかと思うわよ。そう言わないでくれたまえ。この空の下のどこかに愛しのヨシア君がいる。ああ彼は今何を思って旅を続けているのだろうか。そんなことを考えていると飲まずにはいられないのだよ。それ完全に私のセリフなんですけど。まったく、オリビエがいると話が深刻にならなくて助かるわ。お褒めに預かり光栄至極。
しかし少々安心したよ。え？漆黒の牙、あの怪盗の残した言葉を聞いて動揺しているかと思ったからね。だが思っていたよりも君の決意は固かったらしい。あ、オリビエってば私の心配してくれたんだ。愛を求めてさまよう詩人にして演奏家だからね。恋する乙女の味方なのさ。おっと、傍実は勘弁してくれたまえ。茶化しているわけじゃない、微笑ましく思っているだけさ。例えばその服だってヨシア君に見てもらいたいと思って新しくしたんだろう。うん、とてもよく似合っているよ。ありがとう。もう、いきなり真面目に恥ずかしくなること言わないでよ。それにこの服はシェラ姉がお祝いに見立ててくれたんだから、ヨシアに見てほしいなんてちょっとは思ってるけど。何よ、悪い？いや、予想以上だと思ってね。まあこの話はこのくらいにしておこうかな。エステル君もどうだい？カクテルでもおごらせてもらうよ。遠慮しとくわ。すぐにツァイスに着くだろうし、オリビエもほどほどにしないと酔いつぶれて折り損ねちゃうわよ。心配しないでくれたまえ。このオリビエ、美女の尺以外では酔いつぶれたことは一度もないのさ。何の自慢にもならないわね。そうだ、エステル君、よかったら本でも読むかい？これがなかなか面白いんだが、帝国では発禁になっている本でね。発禁っていかがわしい本なんじゃないでしょうね。いやいや、カルバード共和国を舞台にした娯楽小説さ。教育上好ましくないという理由で帝国内には出回っていないんだ。ああ、なるほど。帝国っていろいろと厳しいのね。評判を聞いてはいたんだが、ようやく読むことができたよ。噂にたがわず、なかなか読み応えのある内容だった。へえ、どんなお話なの？うん、僕は読み終わったことだし、よければ進呈しようじゃないか。いいの？それじゃあ遠慮なく。
さて、次はツァイス地方か。エルモの温泉に直行したから他の場所はろくに回っていなくてね。これを機会にじっくり観光させてもらうとしよう。エステルさん、ひょっとして船内をお散歩ですか？まあね。そういえばクローゼっていつもオートに帰るときどうしてるの？親衛隊の人に送ってもらうとか？まさか。定期船を使って帰っていますよ。新年の式典と女王生誕祭、年に2回はオートに帰っていますね。それじゃ、結構定期船は使ってる方なんだ。あ、そういえば、ジークってどうしているの？クローゼの後からのんびりとオートに来るわけ？あ、ジークなら…ジーク、来て！え？ごめんね。ちょっと呼んだだけなの。びっくりした。ジークってばこの船についてきてたんだ。ジークは時速1800セルジで水平飛行することができるんです。この定期船の運航時速は900セルジくらいですから、ジークにとったらお散歩と同じような感覚でついてきているのかもしれませんね。そうなんだ。あんた、つくづく普通のハヤブサじゃないわね。ジークが親衛隊の伝令を手伝うことがあるのは、この速さがあるからなんです。動力通信が使えないとき、ジーク以上の速さで情報を届けられる存在はありませんから。そっか、市長逮捕のときもそうだったわね。風が気持ちいい。この様子だとツァイス地方もいい天気かもしれませんね。
エステル、また船内を散策してるの？うん、まあね。私、今まで飛行船ってそんなに乗ったことがないから結構新鮮なのよね。確かに、私も仕事で飛行船を使い始めたばかりの頃は乗るたびにワクワクしてたもんね。それまでの旅で飛行船なんか一度も乗ったことがなかったし。そういえば知らねえって旅芸人の一座にいたのよね。やっぱり動力仕掛けの車を使って移動してたの？まさか。ほとんどの車は馬車だったわ。一応座長さんが中古の動力駆動車を持ってたけど。そうなんだ。そういえばずっと昔、シェラネーの一座が町に来た時、ホロ馬車が何台か並んでたっけ。あら、よく覚えているわね。まあ飛行船はリベール以外ではまだまだ普及してないみたいだけど。それ以外の動力駆動の乗り物は今では結構使われているみたいね。エレボニアじゃ動力鉄道が主要都市を結んでいるって話だし、お隣のカルバード共和国だと動力バスが街道を走ってたわ。動力バス？それってどんな乗り物なの？大型の乗り合い動力車よ。飛行船と同じで運賃を払えば町から町へ乗せていってくれるわ。あまり早くないんだけど、のんびりしてて風情があるわよ。へえ、ちょっと乗ってみたいかも。そういえば知らねえって共和国に行ったことがあるのよね。その時ジンさんとも知り合ったって聞いたけど、どんな用事で行ったの？カシウス先生のお使いよ。先生の代わりにある文書をカルバードの東方人街に届けたの。そこでジンさんと知り合ったわけ。そうなんだ。東方人街、どんな場所か想像できないわね。文化も街並みも違う、とっても刺激的な場所だったわ。あんたも機会があったら一度は行ってみるといいかもね。ザイスは次だからすぐに到着するわよ。あんまりうろうろして降り損ねないようにね。お待たせしました。まもなく本線はザイス市に到着いたします。着陸の際多少揺れますので、お早めに座席にお戻りください。何はともあれ、サイス支部に行くとしますか。キリカさんに挨拶しなくちゃ。ほう、名前からすると東方系の女性のようだね。どのようなご婦人なんだい？また始まったか。一言で言えば、できる人よ。完璧な事務処理能力に加えて、武術の腕も達人クラスらしいわ。美人だけど容赦のない人だから、手出しするなら覚悟が必要ね。それを聞いたらますます興味が湧いてきたよ。それじゃあ早速ギルドに。お、これはひょっとしてそのキリカさんの怒りなのか。そんなわけあるか。地震って、落ちてしまうわ。皆さん、この発着場は直下型の大地震にも耐えられるように設計されています。大した震度ではありません。どうかご安心を。
も大丈夫だな。さあ皆さん、慌てず騒がず受付までどうぞ。やれやれ、地震とは久しぶりじゃの。すごかったね。はあ、びっくりしちゃった。それほど大きくなかったけど、こんな不安定な場所で揺れるのは勘弁してほしかったわね。そうですね。それにしてもリベールで地震なんて珍しいですね。ほう、そうなのかい？ええ、滅多にあるものじゃないわね。被害状況を確かめるためにも、ツァイス支部に行きましょう。中央工房では大きな被害はなかったと。市外も大した騒ぎにはなっていないのでご安心を。ええ、その件についてはよろしくお願いします。それでは。妙なタイミングで到着したわね。よく来たわね、エステル、シェラザード。発着場ではさぞ驚いたでしょう。お久しぶり、キリカさん。相変わらず見透かしてくれるわね。キリカさん、よろしくお願いします。こちらこそ助かるわ。そしてそちらの二人が姫殿下とオリビエさんね。私はキリカ、ツァイス支部の受付を務めている。以後お見知りおきよ。はい、こちらこそよろしくお願いします。それにしても予想以上の歌人ぶりだ。このオリビエ、あなたのために即興の曲を奏でさせてもらう。ジャンによれば、あなたたちは正式な協力員になったそうね。協力員は遊撃士と同じように上の休憩所を自由に利用できるわ。待ち合わせに使うといいでしょう。はい、わかりました。即興の曲を。リュートを奏でたいのなら上の休憩所でどうぞご自由に。ただし常識の範囲内でお願いするわ。しくしく、わかりました。知らねえより確かに容赦がないかも。まあとりあえずおバカさんは放っておいて、早速溜まっている仕事の状況を教えてもらえますか？掲示板の仕事は溜まっているけど、今のところ緊急の仕事はないわ。あなたたちのやりやすいように片付けてくれて結構だけど。うん、どうしたの、キリカさん。これは通常の依頼ではなく、ギルドからの要請なのだけど、あなたたちを結社の調査班と見込んで調べてほしいことがあるの。なんですって？いきなり直球できたわね。どういうことなんでしょうか？調べてほしいのは他でもない、先ほど起こった地震についてよ。地震について調べる？それって被害がどの程度かみんなに聞いて回るってこと？それもあるのだけれど、実は3日ほど前ボルフトリデで同じような地震が発生したらしいの。時間で言うと10秒くらい。特に被害は出なかったらしいわ。なるほど、さっきの地震と似てるわね。ただ奇妙なことが一つ。ボルフトリデで地震が起きた時、ツァイス市は全く揺れなかった。え？それは妙だね。地図で見る限りボルフトリデはここからそう遠くはないはずだ。そこが揺れたのなら
こちらでも多少は揺れが感じられるはずだが。ごく小さなものだったから気づかなかったのかもしれない。ただそうね、虫の知らせというのかしら、なんとなく嫌な感じがするのよ。言いたいことはわかるかも。幽霊騒ぎもそうだったけど、変な現象は私も気になるわ。そうね、引き受けましょう。サイス市とボルフトリデの双方で聞き込みをした方が良さそうね。よろしくお願いするわ。ただし市内についてはマードック工房長にお願いして情報を集めてもらっているの。そちらが期待できるから省いてしまっても構わないわ。なるほど、最低限ボルフトリデで聞き込みをすればいいのね。まあ気になる程度だから緊急性はないと思ってちょうだい。掲示板の依頼をこなしながらゆっくり進めてくれても構わない。それに挨拶したい人たちもいるでしょ。新しいゴスペルの件もあるし、博士とティータに会わなくちゃ。そうですね、その方がいいと思います。ギルドの仕事をするのは挨拶をしてからということだね。ではティータ君と再会するためいざ出発するとしようか。あんたは限りなく関係ないと思うんだけど。まあいいわ、ラッセル工房に行きましょう。お願いしたいのはボルフトリデでの聞き込みね。サイス市内での情報収集は工房長にもお願いしているから省いてしまってもいいわよ。掲示板の依頼でもこなしながらゆっくり進めてくれて構わないわ。まずはラッセル工房に行って博士たちに挨拶してきたらどう？
Thank you.
街から出る前にティータと博士に挨拶しなくちゃ。ラッセル工房に行きましょう。Thank you.
の工房か。まずはラッセル工房の様子から見に行きましょう。うん、確か町の南西だったわね。